一番 YouTube らしい企画を、やりたいな。何何 Tinder 何 Tinder で相手探すやつ。 Tinder って何？ Tinder ってあの出会い系アプリ。そんなのがあるんだ。出会い系アプリいっぱいあるよ今。企画変える？いやいや、アプリ落とそうかな。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。そんなにお腹空いてない、くるぶしです。僕もどうですねはい、やってまいりました、くるちょもチャンネルですけれども、今、お昼時ですよ。でも12時過ぎ。あ、そっか、うん。起きてどんぐらいですか今。3時間ちょいぐらいかな。でもお腹空いてないんですね。うん、空かない。これに挑戦したいと思います。はい、それがちょもちゃんこちらです。ダーン。超大盛り、ケタマックス醤油ラーメン。やめよう。ついに来たね、こういう系。俺が大食いって言われたのはもう過去の栄光ですよ。俺出会った頃は結構バクバクしてた。そう、もう今や、うん、おじいちゃん食欲。あ、そう、うん、おかゆでそれが本当におじいちゃん。絶対に一人で食べないでください。1回でも3991キロカロリー。1日成人男性1500ぐらいでしょ。倍以上。いやもうデカさがさ、うん、ちょっとしたボードゲームよ。あ、そうね、ほんまに1058円って書いてる。もう結構しますよ。えぐい。ちょっと辛味噌バージョンもあって。なるほど。ちょもちゃんちょっと辛いのがあんまりなんで、ラーメンしてくれたんですね。そう、ありがとうございます。必要なお湯の目安量 200ml ですよ。2リットルってこと？あの大きいペットボトルプラス200ですよ。ああ、あれじゃ足りない。あれじゃ足りない。え、ちなみに茹で時間何分なんですか？3分。それは一緒だ。そう、そこは一緒。ちょっと揚げてみますか。揚げてみよう。これで売ったらいいのに。ほんまによ、これだけ。これコストかかるじゃん。これのデカさやばない。やばいね。でもラーメンっつってもちょっとペヤングっぽい感じですね。いや、そうね、まあちょっとね、まあ、ソーシャル考えつつ、うん、2人で ね、お椀に分けながらちょっと食っていきたいと思いますね、うん、はい、ちょっと揚げていきますね。はい、お菓子お菓子、これ頭おかしいって。すごいよこれさ、ほら普通のペヤングのが4つ入ってるかと思うけど、これ多分1個が普通のやつよりでかいな。あー、なるほど。なんかこれ厚さがあるな。これ用に作ったやつ。これ用に作っとんな、完全に。はい、それでは食っていきましょう。はい、えい、えいよ。待って待って、すごいのが来た。入れんの怖え。それでは行かせていただきます。うわ、やべえ。わ、めっちゃワカメの匂いする。うわ、2200ミリ。すーげえ。と、じゃあで、はい。じゃあ3分ですね。3分。はい。3分経ちました。なんで、はい。もう全然喋れなかった今。ちょっとスープ入れて、はい、盛り付けていきますか。一回開けてみましょうか。はい。オープン。オープン。うわあ。バカ。バカバカ。ワカメがすごいね。バカだな、これ考えたやつ。ほんと出てこいや。出てこいやこのスープなんですけど、うん、もうこれ普通のスープってさ、うん、めっちゃちっちゃいピュッて入れるようなやつやん、うん、これもうほんまさ、レトルトカレーよ。おいおい。あ、結構ドロッとしてるね。なんか凝縮された感じ。凝縮したもん、この量どう詰めちゃうんじゃん。
じゃあ、ちょもちゃんに対して、はい、じゃあこの、わけわけする用の、はい、お箸の方ですね。今日はそうめんとか食いたいもんね、ほんまに暑さすごいな。いきましょうか。こんな感じです。ああ結構結構デカめなワンに、うん、まあ多分1人前ぐらいは、うん、ありますね。でまくっていきますか。はい、いただきます。いただきます。まあ、さっきくるちゃんも言ってたけど、うん、ペヤングでその、うん、焼きそば以外のもん食うんってちょっとなんか新鮮ね。新しい。普通にうめえ。うん、もうザ・シンプルな感じ、うん、なんかその、うん、ちょっと胡椒っぽい感じは、うんうん、ペヤング感あるね。あと麺はペヤングやね、完全に。あ、そっか。空気清浄機が重くさ反応しだし薬局とかでめっちゃ安いカップラーメン売ってんじゃん、あのごっつ盛りとか、うん、あんな感じ。わかめ大量に入ってるから、うん、わかめの醤油ラーメンなのかなって思いきや、うん、人参とかコーンとかもたまに出てきますね。あ、ほんと。今チャーシューは4枚お俺もうええかもしれない。嘘でしょ。都市伝説でしょ。あの前世紀のチョも俺知ってるから。もつ鍋屋でいっぱい食べてた時に俺はもういないかもしれない。もうすごい、うん、これでもさ、うん、時間との勝負よね。そう、伸びてくるからさ。そうそう、焼きそばやったらまだね冷めるだけやけど、そう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 、ラーメンは吸うから、うん、ちょっと4人がかりとかの方がいいかもしれない。そうね、横になりたい。赤ちゃんたい、うん、何杯目ですか。あ、そして充電切れそう。あ、マジで。充電切れたって切ろうか。うまい。せっかく全部食ったのに。そうそうそう